僕のお父さんは ALS という病気と戦っています。僕はそんなお父さんのそばにいて、手伝ったり支えてもらったりして生活をしています。お父さんは病気と戦うことだけでも大変なのに、僕のことまで支えてくれてすごいと思います。天草市に住む吉田聡人くんの父、久人さんは ALS 患者です。現在自宅で人工呼吸器をつけ、24時間家族やヘルパーの介護を必要としています。なんであの作文を書こうと思ったの？お父さんの病気とか今の現状をもっと知ってほしかったから。障害者に受ける態度とか、学校で習ったハンセン病とか差別とか、そういうのをどうにかなるかなとか、そう思ってやってます。ALS とは、手足や呼吸に必要な筋肉が痩せて力がなくなっていく病気です。はっきりとした原因は分かっておらず、発症して3年から5年で自力での呼吸ができなくなると言われています。現在動かせるのは目や口の周りの筋肉だけ。会話はパソコンや文字盤で視線を読み取りながら行っています。他の人から見ると違うけど、僕にとっては普通にすごいお父さんと思う。嘘つけと思ったろ。お父さんは全部好きですね。こうやって一緒に今生き入れてるっていうのもすごいと思うんで、そこのことにはパパが頑張ってることなんで、僕はそこが好きです。学生時代、レスリングで全国大会に出場するほどのスポーツマンだった久人さん。疲れが取れないっていうのはすごく頻繁に言うようになって、ALS と診断されたのは24歳の時でした。医師から告げられたのは、有効な治療法はないという絶望的な言葉。正直終わったと、なんで俺なのと思いました。毎日死ぬことばかりを考えて過ごしていたといいます。そんな時に久人さんを支えたのが、結婚を前提に交際をしていた千里さんでした。あなたはあなた、何があっても変わらないと言われました。その後結婚し、二人の子供にも恵まれ、穏やかな時間を過ごす日々。しかし徐々に病気は進行していきます。もう一日一日、今日どこの機能が失っていくんだろうとか、そういう不安で外に出れない日々はありましたね。いずれ人工呼吸器をつけなければならない時が来る。しかし久人さんは人工呼吸器をつけないと決めていました。私のために誰かが不幸になる、家族に迷惑をかけてしまう、死んだ方がいい。実際にALS 患者の7割が人工呼吸器をつけずに死を選択しています。息子のためにも生きてほしいとは本心ずっと思ってましたけど、まあ、私の人生ではなく本人の人生なので、本人が装着しないっていう結論を出したなら、それを精一杯全うしてあげたいなっていう気持ちでした。そんなある日、自宅で呼吸困難に、意識が遠のく中、パパという長女の呼びかけに生きることを決意します。現在久人さんは日中はヘルパー、残りの時間は家族の介護を受けて過ごしています。何日も寝れないとか、そういう身体的な大変さはないとは言わないです。だけど大変なのは主人だし、きつい思いしてるのも主人だし、
の周りから奥さん奥さん大変ねってすごく言われるけど、私の中で大変なのはこっちであって、でそれ大変だから支えてあげたいっていう気持ちがあるだけで。石田さんはご主人大好きなんですね。ですね。でもね、多分きっとそうだから結婚したんだと思うし。今年7月、ALS 患者の依頼で嘱託殺人を行った2人の医師が逮捕され、大きな問題になりました。楽になれてよかったねと思ってしまいました。日本ではまだ認められていない安楽死。久人さんを担当する倉本医師は、 ALS 患者が抱える葛藤を日々感じながら診察を続けています。人工呼吸器をつけて、まあ、70、80と命を全うするようなことを考えると、今から50年間ずっと、ね、この状態で過ごすことになる可能性だってあるわけで、その人生を選ぶのも恐怖だろうし、かといって死ぬことも恐怖だし。生きると決めた久人さん、しかし今でも延命したこと、生きることを選んだことを後悔する時もあります。もちろん子供といっぱい動いて遊びたいだろうし、食べたいだろうし、叫びたいだろうし、自分何してんだろう、ベッドの上でって思う気持ちもすごくわかるので、前を目指して進んでいく姿は本当にすごいなと思うし、そういう気持ちに持っていける主人もすごいなって思います。なので常にそういう気持ちと戦いながら生きようとしてくれてる姿が、まだ心折れずに頑張ってくれてるんだなと思います。葛藤しながらも死を選ばないのは、ある夢があるからです。久人さんの住む天草市には、現在重度障害者を24時間受け入れてくれる介護事業所はありません。天草でも生きていけることを証明したいので、私は天草で生きています。障害者福祉の重度訪問介護というのは、まあ、時間は長いし単位が少ないしってところで、やっぱりどこの県どこの市でも重度訪問介護事業所がね、もうまともに機能していないというか。特に高齢者の多い地域は、高齢者の介護に人手が取られ、重度障害者までヘルパーが回らないというのが現状です。その現状を改善したいと、久人さんは去年クラウドファンディングで集めた資金をもとに、重度障害者のための事業所を立ち上げることを決めました。私のような障害者でも天草で生きれるようにしたい。好きな場所で好きなことをできるような社会になってほしいです。1ミリも動かない体、ALS を患いながら、ベッドの上から夢を叶えようとしています。